はできてんな。覚悟決めろよ。ギーラたちに何が起こってるの？多分彼女たち新世代に入った魔人の血が暴走を始めたんだ。いや、暴走させられてる。まだ生きていたのか、ヘンドリクセン。ホーク、俺をエリザベスのところまで連れて行ってくれ。奴はおそらくマーリンの館にいる。師匠、団長を頼む。言われるまでもね、俺はこいつのダチだからな。だったら突っ込んでろ。ポン。俺を殺して化け物のまま生きるなんて。いいさ、俺が殺してやる。覚悟はいいんだろうな。本気になる必要がありそうだね。大丈夫かい？気を抜かないようにね。やるじゃないか。聖騎士のてめえは死んだ。悪く思うな、ジェリコ。ギーラ、君はもう平気なの？ええ、何も問題はありません。じゃあみんなで今すぐ団長とエリザベスの援護に行こう。オイラとバンは王途中の新世代を一掃し次第合流するよ。エマすんじゃねえぞ。誰に物を言ってるのさ。近くで七つの大罪が暴れたらしいぜ。七つの大罪を。聖騎士長。可愛い店員さんまだ相手かい。ヘンドリクセン聖騎士長がこの騒乱の大事かな。街を破壊して歩く巨人、絵になるよね。って、壊してるのはヘルブラム教じゃないですか。演出だよ、演出。一体どういうおつもりですか。なぜこのような真似を。なぜって、ちょっと考えりゃわかるでしょ。聖騎士という正義を立てるには七つの大罪という凶悪が必要なんだよ。ギーラお姉ちゃん、
危ない、ジール、こっちに来ちゃダメ。ジール、僕を助けてくれたの？どうやらここまでのようだ。そろそろとどめを刺して。何の前ハルザ、あんた昔俺に言いましたよね、てめえの力はてめえが正しいと思う時だけに使えと。今がその時なんすよ。お前一人で我々の相手？いいえ、二人です。ギーラタン、チミまで歯向かうつもり？彼女が守ってくれなければ弟はあなたの手で死んでいた。ああ、そう、実に愚かだね。さあ、いつでもどうぞ。どっからでもかかってこいよ。さて、暴れちゃおっかに。さあ、始めようか。いらない、少しは気にしなくても大丈夫か？即席のコンビとはいえ、いい線いってたよ。とはいえ、所詮は付け焼き場。私のフルパワーの魔力でこの程度のダメージなの？やっぱりギルのやつもほとんどダメージを受けてね。これ以上続けようと無駄だ。お前たちに勝機はない。そうだとしても、ここで背を見せるわけにはいかねえんだよ。そういえば、白夢の森に七つの誰か死んだな、ホールって。準備はできてるな。
さんだ。裏切りおったら。裏切ってなどいない。俺は花から、お前たちの仲間などではないのだから。貴様！貴様との決着は俺の宿願だった。10年間、どれほど待ち望んだことか。父を殺した男に復讐する、この時は！さあ、始めようか。始めるぞ。ちゃんとヘルムで大銃の追走。こんなところで暴れるな。この剣と聖騎士の誇りにかけて負けはしない。メリオダス、あなたがいなければ父の無念を晴らすことを。囚われの身となったマーガレットを救うことも叶わなかった。本当にどう感謝すればいいのか。気にすんなって。俺は俺のやるべきこと、お前はお前のやるべきことをしただけだ。お前がピンチだってのはあのまじないを聞いたときにすぐわかった。あの日の言葉覚えていてくれたんですね。お前と交わした大事な約束だからな。俺がお前にとっておきのまじないを教えてやる。辛くて苦しくて誰にも頼ることができない時に唱えるんだ。いいか。僕は七つの大罪の誰よりも強いだ。どうだ、勇気が出てきたの？俺たちより強いなら怖いもんなしだぞ。安心した、ブリバ。お前がピンチの時は俺が必ず助けてやる。今の私は七つの大罪の誰よりも強い。よく聞いただろ、そのまじない。さすがはメリオダスだ。できてるな。
じゃ出かけるぜ。団長。バン、手を貸してくれ。エリザベスの元にたどり着くまでもう少しなんだ。よし、バン、俺とエリザベスちゃんを助けに行こうぜ。もちろん一緒に行くよな。な。なんでずっと黙ってる。俺に言いたいことでもあるのか。ああ。愛してるぜ、団長。うんじゃ、行くぜ。さーて、やりますか。ここで喧嘩すんじゃねえ。忙しい時に何の冗談だ。今はこんなことしてる場合じゃねえんだよ。団長にとっちゃこんなことでも俺にとっちゃ一番大事なことなんだよ。あんたを殺せばあいつが生き返る。どこの誰だ。お前にそんなデタラメを吹き込んだバカは。女神族とかいう偉そうなやつだ。でけえ角笛から喋りかけてきたんだよ。団長、あんたを殺せばエレインを生き返らせるってな。俺はエリザベスを助け出す。こんなとこでくたばってる暇はねえんだよ。だからと言って、はいそうですかと引き下がれるかよ。ああ、バンは俺のダチだ。そのお前がやることを否定する気はねえ。だが、お前に譲れねえもんがあるように、俺にも絶対譲れねえもんがある。この剣が終わってからつける。いいか。では頼む。今は七つの大罪フォックスシーンとしてなすべきことをなせ。団長命令だ。了解。
そういえば白夢の森に若い聖騎士様が入っていったことがあったの。七つの大罪を追ってバイゼルに来た聖騎士様は果たしてご無事だろうか。何を聖騎士長かなり危ういと、そんな話を聞いたことがある。昔の騎士は一歩ずつ確かめた方が良さそうだな。さあ、エリザベス様、もうじきですぞ。それ以上、先には行かせぬ。ディアモール、生きていたのか。ヘンドリクセン、貴様の邪悪な企みは必ず阻止してみせる。青2歳が面白い。この私を本気で止められるとでも？ああ、何としても止めねばならぬ。聖騎士として、そして一人の友として、行くぞ息子よ。はい父さん。始めるぞ。さあ始めようか。相手をしてやるから。あっ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 、油断したら
大丈夫か？我が波動には一片の揺るぎも矛盾もない。この勝利ベロニカ様に捧げよう。ここまでだ、ヘンドリクス。ドレファス、本気で私を撃つ気か？お前をここまで変えたのも、王国に混沌をもたらしたのも、全ても私の責任だ。ならば私自身で歪みを正すことがせめてもの贖罪。許せ、友よ。残念だよ、ドレファス。お前だけは殺したくなかった。何を言っている。追い詰められているのは貴様なんだぞ。せめて苦痛なく安らかに行くが。父さん、まさかそんな。父さん、デバイゼルに来た聖騎士様は果たしてご無事だろうか。確かめてみましょう。エリザベスを返してもらうぜ。エリザベス、すぐに終わらせる。オーク、頼めるか？おお、スピーディーかつセーフティーに運ぶぜ。悲劇の幕引きといくか。いや、悲劇の幕開けだろ。蹴りをつけるぞ。相手をしてやるから。あっ、カッ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 カだらけだ。やるじゃねえか。
ほどな。そこだ、全員向かうんだ。ラストはいいか。そんなにこのまま返すぜ。リベンジ感謝。油断したぜ。レッツキロー向かうか。やるじゃねえか。この程度、この程度、バカ、行くぞ。アシットダウン。甘いな。終わりだ。やるじゃねえか。そっくりそのまま返すぜ。リベンジ感謝。ヘンドリクセンのやつはどうやらさらに地下空洞があるようだ。よっ、ヘンディちゃん、隠れてねえで出てこいや。私はここだ。私は耐えられる体を求めていた。赤き魔人の血と違い、こいつの血の反応には人間は無論どんな生物も耐えられないのでな。私の仮説では、同じ眷属である赤き魔人の魔力に適合した体ならば、どうにか反応に耐えることができる。こいつ、まさか。数年前に発見された灰色の魔人だよ。素晴らしいだろ。魔人の生態と系譜にはまだまだ謎が多い。こいつについて今判明していることが、赤き魔人を超える上位種だということだ。もう少し研究の時間が欲しかったが、仕方ない。
7つの大罪なんだが、この辺りじゃ見かけない奴らがいる。7つの大罪こそが国を救う味方だったなんて。確かめてみよっか。準備はできてるな。メレオダス、このおぞましい魔力はまさかヘンドリクセン。あいつはさっき人間をやめた。メリオダス、そんな。メリオダス、お前はやはり危険な存在だ。闇をさえも飲み込む漆黒だ。その身を食われる。お前を救う者は誰もいない。いや、いる。このホーク様がな。ホーク、何やってんだ。お前が死んじまったらエリザベスちゃんまで死んじまいそうな勢いなんだからよ。ああ、こんなことなら腹いっぱい残飯食っとけよかったぜ。死ぬなよ、豚野郎ども。フォークちゃん、起きて。またいつものように喋って。ダメよ、一人で勝手にさよならなんて。この忌々しい魔力はまさか厄介な。目覚めたか、ドルイドの巫女に流れる血が女神の使徒よ。私はとても悲しい。あなたに何が起こった？聖騎士たちを裏切り、多くの命を奪って。そうまでしてあなたがしたいことは何だったの？魔人族の。古の大戦で我らを封印してくれた四種族への報復。そのためには女神の使徒であるお前の血がいるのだ。くそ、体の震えが止まらない。諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り。蹴りをつけるぞ。相手になると。そっくりそのまま返せ。リベンジ。
断したな。飯の量3倍にしてやるぜ。その言葉忘れんな。ホークちゃん、お前生きてるのか。たく無茶する豚野郎だぜ。
そのくさびたる抱擁とそのくさびたる口づけよ。女神の力宿す光り輝く雫よ、魔の者たちの呪縛を解き放て。帝王の狭間より、王客の彼方より、無限の眠りより消えよ、無くなる呪い。あいつらが目覚めたのか。